はいどうもパチオです。いや暑いけど過ごしやすくなりましたね。昨日ね涼しくなって、まあ、今日は晴れてるんでそれなりにねあの気温上がったんですけど、まあでもなんか本当に爽やかな天気になりました。もう梅雨入り前ぐらいの陽気になったんじゃないかな。ようやくねこれ秋っていう感じだと思います。まあそれまでの暑さってのがあるから、まあ、30度超えてると思うんだけどだいぶ涼しいですね。あの涼しく感じる、うん、いやー来た、ようやく秋が来た。はい、今日の話なんですけどね、なんかねそのオタクコミュニティの話をしようかなと思って、オタクコミュニティがねその縮小していく時の話みたいなのをねちょっとネットで見かけたんで、ちょっとそれについて喋っていこうかなっていう話だと思います。まあ、僕はね今はねソロの趣味が多いんですね。まあ、そのゲームとか趣味なんですけど、ね、スマホゲームとか結構やってるんですけど、チーム組んだりとかね、でチーム戦やるようなゲームって昔はやってたんだけど今やってないんですよ。で今はねもうそれこそもうほんと一人で黙々とやる感じのゲームをね好んでて、でそれでも去年ぐらいまでは対戦系ゲームをやってたんです。まあ簡単に言うと将棋と麻雀です。でまあちょっとね1年ぐらいそういうのをちょっとなんか対戦系をやるのがしんどくなってお休みしてたんだけど、ここ1週間ぐらいねまた復帰してその両方をちょっと触ってみてるっていう感じですね。うん、まあそんな僕なんでねそのパーティープレイみたいなゲームをね、やらないんですけど、まあ昔はそういうのが好きだったんですね。でその昔からそういうゲームってそのブームになってそのコミュニティが大きくなってくるとなんかその変なルールができるんですよ。でその変なルールができたりこれ常識だろうみたいなことがいろいろできてきて、なんかそれができないとねなんか嫌味言われたりバカにされたり、まあそれこそ今なんかネットなんかがあるから晒されたりなんかしてね、そういうことがあって、でそれでなんか悪評が広まったりなんかしてとか、まあねその上位ね最初から頑張ってる人たちの空きが来たりとかもあるよね。まあブームになってるうちは新規客がどん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 入ってくるからいいんですけど、まあある程度ねそのゲームが成熟していくと、そういうのがねどん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 ねその入ってくる人数が少なくなっていくのに出てくる人数がちょっと多くなっていくっていうことで、まあそのいろんなゲームがその終焉の方に向かっていく。まあスマホゲームとかでもね一時的に盛り上がったゲームなんだけども今はサービス終了してありませんみたいなゲームいっぱいあると思うんですよ。まあ、僕はねこういうオタクコミュニティみたいなのをそのまあね大きくなって小さくなってっていう話にだとモンハンがそうかな、僕の中のその知ってる中での最初かなっていうような感じなんですけど、まああれはね僕かなり後発だったんですよ。モンハンのセカンドが出た頃はまだソロでしかやってなくて、でセカンド G が出た時も最初ソロでやって一人でその怪クエストとかがクリアできなくて悶々としてたんだけど、セカンド G が出た時に今度武器変えて再チャレンジしてたらできるようになってどんどん進んでって最終的にその一人で全部のクエストを一人でクリアできるようになったのはだからセカンド G が発売してから1年後とか1年半年は過ぎてたと思う。でそんな時にオフ会というものがあるよというそのオフ会というものの存在を知ったんですね、友達の話で。でそれに入るためにミクシーとかやり始めて、でそれでその名古屋の方でやってるオフ会とかに参加して、まあ、楽しい思い出があったんですよね。でもそうやってそういうところに来てるメンバーっていうのはだん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 楽しいからね、毎日来るメンバーとやっぱそのスケジュール的に合わなくて飛び飛びになっていくメンバーと、であと新規でねたまにポッと来てみるメンバーとかっていうのがあるわけですよ。でやっぱりその、ね、熱量に差がある。でその熱量にだからモンハンみたいなみんなで協力してクエストをクリアしましょうっていうゲームでも熱量に差が出てくるわけですよ。だからそれがその対戦で勝つみたいな
あのね、あの PVP、あの人対人の、人のチーム対人のチームで戦って勝つみたいな話になると、もっと熱量に差が出てくるんですよね。日本で一番目指したい人もいるだろうし、まあその勝ったり負けたりでエンジョイできればいいし、まあ負けてもいいけど、あのみんなと同じコミュニティの中で、そのチャットとかでワイワイしたいっていうタイプが、まあいろいろいるわけですよ。だからね、モンハンなんかもその最終的にはなんか常連ばっかりになっちゃって、でその、まあ、たまに人が来るみたいな感じだったんだよね。でまあね、あれのあの辺の場合なんかはさ、そのある程度時間が経ちはさ、またサードが出て、サード G が出て、4が出てみたいな、 4G が出てみたいな感じでね、あのどん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 新作がまあね、何年かに1回ぐらいね、2年に1回ぐらいだったのペースだったかな、もうちょっと早いぐらい早いペースで出てたような気がするけど、そういう感じで出てたから、まだマシだったけどね。あーだけどさ、スマホゲームとかだとさ、まあ、例えば一気にうわーって盛り上がったんだけど、それがね、みんなが飽きるとかさ、まあそういう感じでね、どん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 あの人が離れてって縮小していくゲームっていうのがまあ存在すると思うんですよね。まあ売り上げがまだあるからね、サービスは続いてるんだろうしね、まあその辺はいいんだろうけど、だけどそのオタクのコミュニティってさ、そのなんかこう、これはこうしなきゃいけないみたいなやつがなんか幅を利かせるようになるとね、だん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 そのね、そのちょっと熱量の違うやつが息苦しくなってって離れていくんだよね。まあ、だからそういうことにならないようにコントロールしなきゃいけないんだけどまあそのね、そういう人をちょっと野放しにしてとか、ね、なんかそっちの方が多数派とか、その人の方が声がでかいっていう話になるとね、まあでしかもね、なんかそういう人の方が結構影響力あったりとか、なんか仲間がいたりとかするからね。まあだからそういう人たちになんか嫌気がさして、そのコミュニティはなんかどん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 縮小してって、でその仲間がいなくなって縮小していくとさ、そのなんかそのコミュニティ全体がなんか俺たちみたいな感じでガッて固まるんだよね。だからその他の人たちから見るとなんかめちゃめちゃなんか異常な特異な存在になってって、でそのね、熱量がちょっと違う人がなんかちょっと違うことしたら、なんかそのコミュニティ内でくっそ叩かれて、まあその人がちょっと離れてみたいな感じで、まあ徐々に収縮していくっていうね、そういうところがあるんですよね。まあ今回ね、見たのはちょうどゲームの話だったんでね、もう本当にもうそれこそいろんなゲームでいろんな常識っていうもんがありますよね。なんかそれにね、やっぱりね、そのまあさっき話したモンハンなんかでもさ、こんな装備で来ていいのかよみたいなやつ、もうそもそも知識として知らない人とかもいるわけじゃない。なんだけど、こういうのをしてきて当然みたいな、でこういう時にはこういう動きをするのが常識だろうみたいな、なんでおめえそんなこと知らねえんだよみたいな、なんかそういう叩かれ方とかするようになると、もうそのコミュニティはちょっとおしまいだなみたいな、なんかそんなようなことをね、まあ、ちょうどね、昨日思ったわけです。まあこれを防ぐ手段っていうのはね、おそらくないと思うんですよ。やっぱ人間ってさ、その慣れてくると、ちょっとね、気が大きくなって増長したりするもんですから、でその見ず知らずの人と喋るのと、友達と喋るのと、でその友達がいる状態で見ず知らずの人と喋るのと、やっぱ全然違うと思うんだよね。やっぱ態度って、人にね、そういう状況によって、どうしても変わっちゃうと思うんだよね。やっぱそういう時ってさ、やっぱその新規で入ってくる人とか、そのあんまりね親しくないような人にでもね、仲良くしないといけないと思うんだけど、まあなかなかオタクってそういうことできないよね。だからそのオタクコミュニティっていうのはどん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 縮小していくんだよね。何かね、その新規が入ってくるような大きなことがあると、そのね、たまにその新規客がバーって入ってくるようなタイミングっていうのもあるんだけど、でも結局そのなんかその凝り固まった考えの人間っていうのが、その
いて、なんかそこで幅を利かしているのを見て、なんかこいつら違うなっていう感じで結局それ離れてっちゃうんだよね。だからその一回大きくなったところがなんか、ね、年数が経ってその縮小してったところっていうのはなかなか復活できないんだよね。スマホゲームなんか大体そうだと思うんだけど、という話をね、まあ、今日しようと思ったんだけど、実はね昨日ねその長野かなんかでね、そのアニソンイベントでオタクがオタクを刺したみたいな話があって、あ、なんかそれにねちょっとかぶっちゃうような話になるかなと思ったんだけど、あれとは全く全然関係のないね、ゲームの話なんですよ。まあなかなかね、いや結局でもねゲームの話なんだけど、そのゲームと関係ないコミュニティでもさ、もうそれこそね、今日なんか祭日だから健全にね草野球とかしてる人たちもいたよ。あの人たちだってアマチュアで野球、まあ俺もアマチュアでね、あの軟式野球、まあ少年野球と軟式野球はやってたんだけど、熱量違ってくるとさ、やっぱなんかちょっと疎外感を感じたりとかさ、やっぱそういう風になるわけよ。来てた人でも来なくなったりとかさ、することもあるわけよ。で、やっぱ試合に出れなくてとかさ、でそれでね、結局ね、半日とかその拘束されるのに、な申し訳程度に1打席だけね打席立ってとかね、そのな出れなくてね、試合が終わってあお疲れ様っていう話になると、俺何しに来たんだろうっていう話になって、ああいう草野球チームとかってさ、その例えば紅白戦組めるぐらいチームが人数多いっていうことほとんどないんですよ。ほとんどのチームがまあもうその一試合でその、まあ、何人か 3,4 人来なかったら試合ができないぐらいの人数しかいないところで、まあみんななんとかかんとかやりくりしてるみたいなところがあってね。だから正直ね、まあその、まあ、僕のそのいたチームっていうのも、まあ、最終的になんかそんな感じでぬるっと解散だったんだけど、やるかやらないかどっちみたいな感じだったんだけど、結局なんか最終的にみんな揃ってまあいいかみたいなそんな感じだったんで、自然消滅、まあ、2回したんだけどね。僕1回目の時はね、代理監督、まあ、監督が飛んだからね、だから監督が飛んで1年目の1回目のトーナメントが終わって、2回目のトーナメント始まるよっていう時に監督が飛んで、で代理監督で僕その1年やりきって、次の年もやって、その後解散したんだけど、でその新しく入ったところも5年ぐらいやったかな、まあ、そこは僕は末席にいて、まあ、ぬるっと解散だったんだけど、まあ、ということでね、そのコミュニティっていうのはね、熱量が違っていくとそうやってどん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 縮小していくんだよっていう話でした。はい、今回の話はこれで終わりにしたいと思います。はい、以上パチオでした。バイバーイ。